出ましたよね、ああいうとこ足元スッともらって前を向くことができました。クロスボール入ります。鈴木武蔵のヘディングシュート決まって1対118分に鈴木武蔵同点弾はやはりお返しの頭。これは本当にあの松原さんおっしゃったようにやや中長距離で言うならば中距離のパスクロスを中央中央に集めようというね。そうですね、真ん中入れてそれでこの外が空いたんですよね、ちょうど中間ポジションのところに米田が浮いてたんですよね、ここをまず構えることができなかったっていうところと、もちろんこのクロス素晴らしかったですし、あと鈴木武蔵、大事なところで大事なゴールを決められる、これですよね、見事なヘディングシュート鈴木武蔵。